政府の対応が何かと遅いので、自転車親子、動きます。勝手にどうぞ。はい。ということで例のごとく私、サナエとループでお送りいたします。操作キャラも毎度おなじみ自転車親子。今日も四肢分裂してでも皆様に笑いを届けたいとね。そう思うわけだよ。でお前さらっと化け物スルーしとるやん。まあそういうスタンスなんで。なんやそのクソみたいなスタンス。化け物とかもうどうでもいい。とにかく愛はクリアを目指すのみなんや。うわあ、これはもう罪申したね。いやまだ諦めるわけにはいかない。きっとこのままバックしていけば隠しルートが存在する。息子ひどい。一体誰がこんなことを。お前だよ。画面の前の方全員お前っていうぐらいお前が殺してたよ。さよなら。っていう夢を見たんだけどどう思う？クソみてえな夢だなとしか思わんが。はい。ということで今回も私サナエとループでお送りいたすぞっつうことで、操作キャラも毎度おなじみアドレナリンぶっちぎって自転車親子お二方、腕だろうと足だろうとくれてやるぜブラザーズ的な精神でゴール目指すんで引くよろ。っていうかなんなんですかねこの世界観。わからん。死ぬほどようわからん。全知全能のサナエさんでもわからないとは、そんな設定ねえわ。ちょ、スルーせんといて。なんか話しかけてきたぞい。僕の名前はお口口口モンダミンマン。ありとあらゆる飲み物でうがいをするよ。汚らしいので先を急ぎましょう。うん。触れるべきやつじゃなかった。てくそくだらんとこで死んだんだが。三度目の掃除機。今なら効果買取。みんなの心にそれぞれのジャパネットがあることを忘れてはならない。吸引力の変わらないただ一つの掃除機。ダイソン。吸引力がやや弱い今一つの掃除機。ダイブソン。自転車親子が命かけて走ってるように君も家電選びにソウルをベットするんだ。そう言いつつさっきより操作が慎重になるお主。本能的防衛システムさ。よー。ポンポン。今度こそゴールするんだ。ここでゴールしないととんでもないことが起きる。一体何が起きるというんです？アントニオ猪木が元気を失う。元気があれば何でもできる彼の元気が。そう、失われるんだ。そうなれば世界を揺るがす大事件さ。世界のエネルギーは松岡修造の熱さと猪木の元気で賄われているからね。なんてこった。松岡だけでは補いきれん。じゃねえよなんだこのクソ会話。おっと、戦闘員さんが何かと戦っているようですね。手柄横取りしときましょう。キングオブクソ通り魔。お前あんま調子乗ってたら罰当たるぞ本当に。サナエさん心配性だな。もし何か起こっても私の謎スティック謎謎オーラで吹き飛ばしますよ。なんかようわからんワード出てきたぞまた。全力で流行らせていただきたい。てかさっきから思ってるんですけどギミック凝ってますねこのステージ。動く足場あるとワクワクするみんだもんなうちら。それだけで点数高いからね。極論足場動けばそれはもうゲームです。ってなんか下にヤバいやつ見えるから全力で逃げるといたしましょう。逃げるは恥だが役に立つ。高度な言語すぎてわけわかめ。それにしてもモンダミンから始まり黄色触手人間に脳みそ神骸骨。こんな地獄に放り込まれる自転車親子ってほんと不遇だよな。その不遇さに性的快感得てるという説も。おまわりさんこいつです。残念。おまわりさんは今どいつです。この緊急時に何しとんじゃわれ。よし行くぞーさんがおまわりいつでもクールクルと言っていたあれは頭の中を刺していたに違いない。東京でベコ飼うこともままならん現状だが精一杯頑張ろうな。頑張ってねみんな。めっさ他人事やんこの子。てことで来月以降もよろしくお願いいたします。なぜにネタがタイムリーだったならスト付近続く。